さあ、それでは今日のゲームを振り返ってみたいと思います。先発摂津でした。その初球立ち上がり、田中和樹、これ9本目、左バッターボックスでのスイッチヒーターなんですが、ホームランテラス、この一発がやっぱり、まあ、試合終わってもやっぱり効いているなという感じがします。そしてその後なおも二の矢三の矢、まず銀次がレフト前のタイムリー、ここで2点目で好調、巨漢のこの天田、これまたあわやホームラン性、3対0センターオーバータイムリーです。一方楽天の先発はエース岸、立ち上がり上林空振り三振、2番牧原セカンドゴロ、内川ヒットを打ったんですが、その後デスパイネ4番です、ショートゴロ、まあ、1回の対照的な両ピッチャー。さあ摂津が2回2アウト2塁から島内、これも2アウトがですよね。そうですね、昨日今日とやはり2アウトからのね、あと1つのアウトっていうところでね、痛いヒットを打たれてますからね。そうですよね、摂津ノックアウト3回持ちませんでした。高橋礼ルーキー、島見事に空振り三振、大引けしでした。高橋礼です。3回ワンアウトランナー1塁2塁から牧原ショートゴロ、そして内川セカンド、これ序盤中盤で唯一のこのチャンスだったんですが0点。4回に入ります。ワンアウトランナー3塁、ピッチャー依然として高橋礼、島内、これも差し込まれているんですがセンター前タイムリー、今日2打点目、5対0になりました。3番島内。6回です。ワンアウトランナー1塁3塁、今江、これはキャッチャーフライ、銀次セカンドゴロ、この回高橋礼0点にしのぎました。6回の岸です。上林がセンターフライ、牧原は左へレフトフライ、内川これ打たされたショートゴロ、三者凡退です。もう安定したピッチング内容です。7回に入りました。依然として高橋礼、この回先頭天田、ホームランテラスではありますが完璧、第20号、6対0。8回の岸、ワンアウトノーアウト1塁から、これ福田も三振、まあ、この辺り安定していました。そして8回です。8回ノーアウト1塁から、これ今宮、これが左中間を抜けてようやく一矢報いました。今宮のタイムリーツーベース、ようやく終盤で1点返して6対1。9回ピッチャー一軍今シーズン初登板6年目笠原大河、ノーアウトランナー2塁から銀次、ライト前のタイムリー、これいずれも渡辺直人、銀次と初球打ちでした。そして岸、9回2アウトランナーなしから松田空振り三振でゲームセットです。